第一章、呼吸法はなぜ必要か。血液の質を改善する第一の方法は呼吸です。たかが呼吸かと思ってはいけません。鼻と口から入り体中を回る酸素を含む空気の取り入れ方が血液の正常を引いては健康を決定つけるのです。しっかりした呼吸によりきれいな酸素に富んだ血液を体中に行き渡らせることが重要です。 がんの原因は、組織に十分に酸素が行き渡らない状態が原因である、という学説があるいです。人間の神経系は、自らの意思で調節できる骨格筋の運動を司る運動神経と、感覚を司る感覚神経のほかに、血圧・脈拍・呼吸・消化等を司る自律神経があります。 自律神経に支配される機能は自動的に営まれており通常は自分の意思では調節できませんしかし呼吸は運動神経と自律神経の両方で調節されておりこれは体中で他には例がありませんすなわち呼吸は自分の意思で速くしたり遅くしたりさまざまに呼吸のやり方を変えられると同時に意識しなくても 自自然にに律的に行うこともできます寝ていて意識がなくても、一人でに呼吸作用は営まれます。このような呼吸の特性を利用して呼吸法を操ることにより、意識的には調節できないはずの自律神経に影響を及ぼし、血圧、脈拍、消化等をある程度意識的に調節できるようになります。深呼吸をすると 血圧ががあるる程度下がることはよく知られていますこれによりさまざまな自律神経の乱れからくる病的状態を改善することができるようになるのです自律神経が安定すれば精神的にも安定しストレスからくる疾患を防ぐことが可能となりますまさに呼吸は自律神経を自らの意思でコントロールして 肉体とと精神神をつななぐ秘秘的な秘密の門えます。毎日一定の時間呼吸法を実行すれば心が安定し精神すなわち心の動揺が少なくなります。感情の起き節が大きい人は少しでもいいことがあると天にも昇る心地となって舞い上がって喜び逆に少しでも悪いことがあると泣いて悲嘆にくれるものです。 いつも暗い雰囲気でふさぎ込んで、苦虫をつぶしたような顔ばかりしている人だけでなく、あまり壮大しく明るすぎる人も、精神のバランスが崩れているのです。人間誰しも、このような心の浮き沈みはあるものですが、極端になると、躁うつ病という病名がつくような状態になり、社会生活に支障をきたすことになります。特にうつ病になる人が多く、 ひどくなるると自殺に走ることもありますこのような喜怒哀楽の感情が動く時脳の中ではさまざまな脳内刺激伝達物質が分泌されています楽しい時は脳内でモルヒネ様の物質が分泌されるという説もありますまたストレスに襲われたり嫌な気分の時には血圧を上げるノルアドレナリンなどが分泌されて 本体性高血圧やうつ病ななどの原因になると言われています最近ではセロトニンという物質が脳内刺激伝達物質の過度の分泌を抑制するという説も唱えられています現代医学では脳内刺激伝達物質の研究が進み脳内刺激伝達物質をコントロールする薬剤が多く開発され内科や精神科で 精神安定剤や睡眠薬として使われています深呼吸をすると脳内刺激伝達物質の過度の働きが抑制され精神の動揺が少なくなりますすなわち深呼吸を実行すればわずかなことで舞い上がって喜んだり箸なくなる代わりに過度な不安を抱いてイライラすることも少なくなり心が いつも中の安定した状態を保てるようになります心を落ち着けようとして精神安定剤に頼るより毎日一定の時間深呼吸をする方が健康にいいのです普通の人間の呼吸は浅いことが多く胸が動いているだけの胸式呼吸となっていますしかし動物などを見てもわかるように正しい呼吸法は胸腹式呼吸です 呼吸する時に胸と同時に腹も十分に動かすことが必要です腹式呼吸のためには横隔膜と腹筋が十分に動く必要があります横隔膜は第二の心臓とも言われ腹筋の動きとともに腹部内臓に圧をかけ腹部内臓に停滞している血液を胸にある心臓に返す働きをしていますこの動きは、 腹部内臓をマッサージすする効果がありますこの動きが十分でないと腹部の内臓に循環障害が起こり軽い場合は便秘や消化不良の原因となりさらに悪化すればがんの原因になります胃体腸肝臓胆の膵臓など腹部臓器にがんが多いのはここに大きな原因がありますまず 森などの自然のきれいな空気のある場所にいる時間をできるだけ多くし、排気ガスに汚れた環境は、できるだけ避けることが大切です。現代の都会生活ではかなり困難なことかもしれませんが、できる限り努力するようにします。喫煙などは禁物で、タバコをやめられないような意思白弱なことでは、癌を治すことなど不可能です。家族にも、 もちろん禁煙してもらう必要があります。汚い空気の場所では深呼吸は避けるべきです。学校の教室くらいの広さの部屋でタバコを1本吸うとその室内の空気の大気汚染の程度は環境基準を超えると言われています。呼吸法の原則はいつも呼吸に意識を向けできるだけゆっくり。 胸と腹の両方を大きく動かして深呼吸することです吐く息の呼吸を意識してゆっくり完全に吐き切るまで行い吸う息の吸気は自然に任せるのです吐く息の呼吸をしっかり行えば吸気は自然に入ってくる状態になりますまた時々息を吸い切った時点と息を吐き切った時点で少し呼吸を停止するといいでしょう 少しの間、呼吸をを停止すす。ることを止め息と言いますたったこれだけのことを毎日一定時間実行するだけでかなり健康になりますしかしがん治療のためにはもっとしっかりした体型を持った呼吸法を実行する必要があります呼吸法には多くの種類がありますヨーガにはヨーガの呼吸法気候法には 気候法の呼吸法があり根本原理は同じでも細かいところが少しずつ異なります私は藤田玲人先生1868-1957が創始された調和道丹田呼吸法を推奨したいと思います藤田玲人先生は神言周知産派の僧侶で大酒と激務の過労ため 29歳の若さで半身不随となる重病に侵されてしまいました病気による焦燥と苦悩の中で大反省をした彼は10年間にわたる必死の修行と研鑽により不治と言われた病まいを克服したのですこの時の体験から考え出されたのが「調和道丹電呼吸法で」で白隠れ善児の「よふ緩和」という文献を参考したと言われています これから以下の丹田呼吸法のやり方と図は村木弘正先生の著書より引用しました。